藤崎八変宮周期例大祭藤崎八変宮、周期例大祭藤崎八変宮周期例大,大祭は熊本県熊本市中央区に鎮座する藤崎八変宮の例祭である。大祭の初行事は9月の第3月曜日をその最終日とする5日間にわたって行われており、その最終日に行われる進行行列が祭りのクライマックスとなる。 その中で観客の注目を集めるのは、みこしにつき従う、随病王と、飾り馬の奉納行列である。飾り馬は、近年は60団体以上が奉納し、同会、同会という威勢の良い瀬子たちの掛け声と、ラッパなどの鳴り物で賑やかに行進しながら、熊本市内を練り歩く。この祭りは、もともとは、奉城会に由来するものと言われている。現在でも、 この九州自体は各地の寺社で模様されているが、藤崎宮のこの祭りでは、その威風を乱すことはできない。実は1868年の神仏犯前令により、皇女医は、廃れてしまった。随病は、加藤清正が文、文六、京長、大阪から、無事帰還できたことを神前に感謝し、自ら随病頭となって、兵百名を引き連れて、 藤崎宮の進行式にグブしたのが、起こりと伝えられている。加藤家時代は一時、随病が三百人いたが、その後、細川藩政時代にも百名ではあるが継続され、随病行列の三役は、家中で選抜された行為の者が務めた。飾り馬は、本来、グブ新職の乗馬であり、新職と同数の十二頭が奉納されていた。細川藩政期には、 過労ークの家から馬を出していた。また、かつて、藤崎宮が鎮座していた藤崎台からは小旅所までの距離が短く、新職は乗馬せずに馬を引いてグーブした。そのため不要の安城に飾りを施したものが次第に大きくなり、今日のような紅白あるいは青白の太りの飾りになったという。馬上の飾りは、要因と呼ばれ男女の性器を肩切った作りになっており、 安藤流と小堀流の様式があったが、現在見受けられる方は安藤流のみとなっている。家臣団の奉仕によるものであった飾り馬は、明治維新後、町方の手に移り、その方のオーバーの数は、自流の影響を受けて増減を見せてきたが、ここ数年は60頭以上の飾り馬が奉納されている。終戦直後は一時 GHQ の指令で、祭りは、 中止になったが1946年に新公式1950年は随平行列が復活した。1962年から1985年の団体の数を表に示す。なお、文献の表には地域団体、伝統型企業、高校同窓会、祭り合い公会、各種団体を区分している。1973年より公共団体、 企業などが増加し、1975年からは、熊本高校、最最高高校同窓会が参加し、その後多くの高校の同窓会の参加が見られた。一団体で500人、650人も参加したこともあった。祭りは5日間にわたって行われ、2006年度の日程では1日目に、総代記を縛払い、失職おろしと、 随病三役清し払い、大見和学、法能神教職おろしが、二日目に法能根茶祭、俳句兼営、三日目に、兼兵祭、法能武道、法能舞踊が、四日目に、新芽職おろし、法能新芽、飾り馬飾りおろし、法能池花、宮船式が、そして、最後の五日目に、この祭りの最大の呼び物である、信仰行列が行われる。行列は、 前区と呼ばれる、騎馬新職を先頭にして、午前6時に出発という。その後に続く、行列の大まかな順序は、三木の御腰に移された藤崎宮の三座の祭人、随病行列、獅子舞、子供御腰、そして最後に飾り馬放納団体となっている。飾り馬の放納団体は、太鼓、ラッパなどの鳴り物で賑やかに、それぞれ揃いの反転に身を包み、扇子、 花傘、飛車ゃく、ちょ、ま、いなどを手にした瀬子たちが、同会、同会の威勢の良い掛け声で踊り、飾り馬を操りながら、熊本市内を練り歩いていく。その時は交通規制がかかり、交通機関の遅れが大きい。この祭りの正式な名称は、藤崎八変宮秋期霊大祭であるが、藤崎八変宮秋の霊大祭や、藤崎八変宮霊大祭など、 言い換えや一部省略した呼び方をされることもある。2006年発行の肥後学講座では、藤崎宮霊大祭が正式名称とある。しかし、以前使われていた、林言葉の、ぼした、ぼした、ほろぼしたに由来して、ぼした祭りとも言った。戦後占領軍からこの掛け声は禁止されたが、その後復活するも、1970年の万博で、熊本市職員出場問題で、 故障問題が問題になり、出場できなくなった。1989年12月には、読売新聞が、ハングルムックで母下祭りを紹介したと報じ、母下批判が再燃し、翌年8月掛け声に母下を使った場合マイナスの評価を下すと、藤崎宮審査委員会が発表、実質的な母下廃止と報じられた。朝鮮五節1932年発行の、 熊本氏によると、この当時、英えロボをしたという掛け声が使われていた。どうも朝鮮語から来ていると書かれている。これは文献初発であるが、朝鮮総連熊本県支部も朝鮮語で偉大な人が死んだとも考えられると語った。日わい節説明治諸島の1870年の藤崎愚宮,宮寺が記した大祭記録でくれくれしすぐる。 即、馬追い言葉とあり、松江半下もも山は1865年の旅行期で、その林には、ぼぼしたぼぼしたと猿なりとある。朝鮮滅ぼした、節もも不山は、同じ文献で、滅ぼしたを、いつしか言い誤りしなりとあるのが書質で、ラフカディオハーンの書簡があり、また戦時中の新聞も、戦意公用のために書いている。1970年に、 熊本市職員による募下踊り出場の是非をめぐって大問題となった。熊本県歴史教育者協議会、熊本民族問題懇親会が中止要望を出し、朝鮮総連熊本県本部もやや遅れたものの、万博参加と掛け声もやめてほしいと要望した。熊本市当局は当初公開に基づくものとして拒否の態度をとったが、万博事務局はトラブルを避けるために中止とした。 柳田国をは繰り返される、林声が、いつまでも耳に残り何人も、この一語によってこの日の全体の雰囲気を思い浮かべる、ことができると述べている。たかが、祭りのお呼び名や、掛け声一つのことでと、苗頭にはできない。母子立て石の決定は、事故の存在を否定された気持ちを持つ辛い思いの人も、いる。 ボシタという掛け声こそ出さないが、世間一般の通称は、ボシタ祭りである。高温か、朝夕 10km、5時間もの距離を歩かせること、不適切な、髪の扱い、馬を取り囲む騒音などが、動物虐待にあたるとして、アニマルライツセンターなど、動物保護団体は祭り主催者に改善要望を、したり、ブログや掲示板、署名サイトなどで、問題提起する声が上がっている。 2018年には、発表来た人が大声を上げながら、馬に鞭を振るう姿がネット上に拡散され、馬に電流を流している姿なども、フジテレビで報道された。動物虐待であると問題となり、祭りの廃止を求める声も上がった。ありがとうございます。